こんにちは、札幌占い美容師山口の後藤です。今回はバッサリちょっと切りたいっていうことで、モデルさんの方が大体の写真を持ってきてくれたんですけど、肩ぐらいの長さに切ります。はい、いいですよね、はい、肩まで切って、であとトリートメント、仕事の関係で、まあ、実習の関係であんまり明るくできないということで、むしろまあ黒髪 本来しないとダメだということなので、今日はトリートメントカラーの方で、モモンガとトリートメントをちょっと使いながらですね、髪質も改善しつつ、バッサリちょっと切る、外ハネに切っていくっていう感じをちょっとやりたいと思います。はい、っていうんで今日は結構カットの方がね、中心となるかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずですね、まあ、いつもやってるんですけど、イヤーとイヤーから前の部分をイメージって、バックから切る方多いと思うんですけど、まず共有した方がいいと思うんで、まあ、ここはねバックを止めてあげると本当の長さが分かるんですね。ここでね、大体のイメージが、で後ろのこの影があると、この影があると本当の長さ分かんないんで、これで切っていくと後ろをこういう風に止めてる状態です。ここだけ適当に止めてる感じですね。でここで、大体人差し指と親指でこう持っていただいて、まあ、ちょっと長めですけど、で今度上から親指と親指をくっつけるような感じで、ここを R で切ります。はい、ただまだね長さの方が結構長いんですけど、まあ、僕は大体ここで聞きます。長さどうですかってことで、もうちょっといけますかとか、まあどうですかね、この結構私いきなり言っちゃいましたけど、もうちょっと短くですか、わかんない、どうしよう、わかんないですね、ちょっとわかんないですね、まあ、ちょっとイメージがね、ちょいこっちも言ってみますね。まあ、結構ね、このやり方自体雑に見えるかもしれないんですけど、まあ、後ろからこうきっちり切って、後ろでカットした位置でもう全て決まるっていうカットラインと、切り方と、やっぱこれはちょっと違いますので、一緒に長さを決めていくっていうやり方としては、もうこういうやり方の方がいいかなというふうに思っております。まあ、ガイドがないんで、ちょっと最初慣れるまでやりづらいと思うんですけど、それを親指とここをつけて R で切ります。はい、まあ、多少長さはこれ左右最初違うんで、徐々に今攻めていきますから、まあ、ここでねこう耳にちょっとかけて雰囲気を作ってみたりとかした時に、まあちょっと長いかなって気もしないでもないです。結構モデルさん小顔なので、多分結構切り込んでもいいのかなって気はするんですけど、もうちょっといっちゃってもいいのかなっていう気がしますね。その方がもっとかっこよくなるのかなって気がします。このぐらいまでいっちゃっていいですか。いいです。行き過ぎ。いや、いいです。はい、もう、わかります。ちょっとディスカッションしながら行きましょう。そう、任せてもいいですけど、まあ、最終的に任せるってなっちゃうんですけど、この辺でもいいですかっていう感じで僕はいつも聞いてるんですけど、ね、この辺でちょっと行ってみますかということで、はい、上からノーテンションで持ってってこう切ります。まあ、最後ねちゃんとなりますからね、適当っぽいですけど、こっちちょっと気をつけてくださいね、左右長さがね結構変わりやすいんで、まあ、僕慣れてるんで結構こう結構近いぐらいにも一気にいけちゃうんですけど、最初はちょっと戸惑います。まあこういう感じで今長さが大体、あ、まあこのぐらいだったらいいかなっていうのがちょっと見えてきました。そしたら今度バックですね。でこれだとちょうどモデルさんが持ってきた写真とつながるぐらいの長さなのかなっていう感じがするんで、ちょっとバックを切って切ります。だいたいこの点と点結んでいく感じなんで、ここだなと思ったらっていうと、はい、上からコンベックスでカットします。もしそれができなかったら、ノーテンションでコームとか使わなくていいんで、ブラントツーセリングっていうのがあります。例えばそういうのを使って、まあこういう場合はこのまま切っていくと。そしたらこのブラントツーセリングって 50% 削ぎ率のものなんですけど、
例えばこれを使って、元のノーテーションでこういう風に持っていただいて、ここだなと思ったらこっちの方がまあより怖くはないですね、慣れてない方は。でこのまま指で挟んでこの 50% のライン、そぎバサミですね、これでラインをちょっとずつ作っていく、こっちの方がまあ一般的かなと思いますよね。はい、このような感じに怖い方はこういう風に作っていった方が安全だと思います。はい、でサイドの長さからバックの方を、ポイントはこの指のこっちの中指のバンワックスね、つけて切った方が雰囲気出しやすいんで、こういうスタイルは、まあ、この辺でちょっと一回つけます。すいません、ちょっとオーガニックオイルをつけて、ね、結構いい匂いじゃないいい匂いです。おはようございます。で、しばったらどうなんでしょう。まだいけそうだな。いや、まだいけそうなんですよ。チラッと見ていいですか。どうぞどうぞ。おお、ないこれ もうやめた方がいい。ここで、いや、もういや全然、どう思います逆に。もうちょっと長、ちょっと長い、もうちょっと行ってもいいかなって気はしてますけどね。じゃあします。いいですか。はい、はい、さあそれでちょっと行きます。まあ、軽く一回コーミング入れたら、あのコームなしでカットしていきます。そしたらまあ、皆さんこっちの方が、ね、多分やりやすいと思うんで、ブランツーセニングで、じゃあさらに指1本分上げていきます。はい、サイドは上げないで指1本分上げていきます。この時にちょっと離れてね、あの見た方がいいと思います。長さ左右ちょっと大丈夫かなっていう部分で、さら今度ここですね、体をちょっとこっちに入れながら、ではこういう風に R 状に引き出してカットします。こう R 状に引き出して、 R 状に引き出して中を削って、 R 状に引き出して中を削って、 R シェイプして切っていくっていうような、内巻きの場合はそういう風に切ります。はい、前はね、いろいろこう引き出してコンベックスに切ったりコンケーブに切ったりしてましたけど、まあ、より内巻きをやる場合はこういう風にバイアスにとって、外羽根なんで、外羽根はもうここで外羽根になってますよね。外羽根をイメージして切る、こうやって切る、えぐっていくと、外羽根になるんですよ。こういうふうに髪の毛って自然にこう切った形、切った方法でデザインが作られるんで、ここを外羽根に、ここを削るっていう感じですね。そうすると外羽根に跳ねやすくなります。テンションかかってないです。ここを長く切りたいですから、このまま引き、外跳ねにしますね。でこのままここのポイントを削らないようにして、この辺からずらしながら外跳ねの状態を記憶しながら、徐々にこう逃がしていきます。これでも外跳ねができるんですよ、簡単に。なのでなんかちょっと今短くなってるんですけど、このまま下に、ここがポイントですね。下にやって、ここを持ち替えて裏面を出して、ここをぼかしながら、ちょっとずらしながらこういう風に切っていきます。これでも外根できてるじゃないですか。外根ってこうやって作るんですよ。だからいろいろな方法があるんですけど、これが一番かっこよく切れます。そして今度また指一本分ぐらい、隣に行って、また同じように始めるところはね、スタートするところは多少左右ずれちゃうんですけども、何センチぐらい、指何本分ぐらいからハサミ入れていこうっていうのを決めてって、指3本分ぐらいに、今5センチあたりから今入れてってるんですけど、そこから入れていこうっていうことで、5センチの位置、ここからめくって外羽を作ってる感じです。こういう感じですね。これでも外羽できます。はい、もう一回やりますね。
この5センチ、指3本分の5センチの位置から、はい、この3点ポジションで逆刃で切ってる感じです。これでエッジがある外羽がここでもできるわけですね。これでもできてますよ。なんで外側がガイドって感じになります。はい、ちょっとここが難しいんですけど、こことここのポイントは引き出す位置ってちょっとこっち側になります。まっすぐじゃないですか、ちょっと上がって表面の毛をなるべく遠いところに持っていく感じにすれば、これ外羽、簡単にこう外羽にできますね。今度はここを止めたらサイドですね。サイドもこれ半分にして、そしたら今度ここです。今度はこことここの線の先っちょのここですね。右回りちょっと難しいんですけどね。でテンションかけてるのは半分に割った中の方だけです。表面はテンション入れてません。ここを少しテンション入れさせてもらって、くるっと回して5センチのところ、ここから表面の毛を切らないようにしてずらしながら入れてきます。はい、でサイドの場合は毛の量が少ないから1回で終わりですね。これ2回やっちゃうと横軽くなりすぎちゃうので、はい、そしたら今度はここ、今度は前じゃなくて後ろなんですよ。ここと今度反対のゾーンですね。ここと、はい、こことここちょっと前側ですね。この辺に持ってきて、はい、引っ張ってます。髪の毛の半分だけテンションかけます。半分はだいたいボンのくぼから下のラインになりますので、このボンのくぼから下のところを引っ張って、はい、そしたらこの5センチ、ここ5センチ変えないでくださいね。この5センチのところを、ここは2回やります。1回じゃ毛の量取れないんで、はい、もう1回5センチのところから、で表面の毛を遠くになるように、遠く、ちょっとこれをちょっとね、こちょっとここ毛の量多かったんで少し2回入れましたけど、1回で大丈夫です。で今度はちょっと切りますね。ここをいいですか、はい、前髪のところをここは縛った時にちょっとかっこよくしたいんで、ここちょっと長いかなと思って、ちょっとだけ切ります。このぐらいまで、はい、奥行きはここから三角形にちょっと作りますね。パートはここなんですけど、指3本分の5センチの点、それから黒目の外側の延長線上の点を三角形を結びます。はい、で下ろします。結構長いんですけど、ここからちょっとだけ小番組を少しこの辺から流れようかなと。なんで今印をつけたら指でこう持って、あ、この辺だなと。そしたらサイドチェンジします。サイドチェンジをして、ここからこのラインをこれ動かしながら、動かしながら、これ動かしながらこう切っていきます。はい、いいですか。で、今のさっきのところもう一回なぞります。サイドチェンジスーッとしながら、この位置、この辺だなと、これでコンベックスでつながるように切れます。簡単に。ここでコンベックスにこうなります。こう切れますね。曲げたいところにそぎを入れるっていうのも基本条件なんですけども。例えば、この毛を、まあ、T4 セッティングぐらいのそぎ率が必要になりまして、そぎ率は 10% 以下じゃないとできません。で、まずはこの毛を動かしたいと。じゃあモデルさんの骨格上どこがいいのかなっていう部分ですね。耳の付け根のところを目安にしております。そこからこめかみのところに、こめかみのところから斜めに自然に引っ張ったところにとりあえず決めます。こういう感じで、こういうラインですね。まあ多少ずれるなっていう感じはあるんで、ここがいいかな。まあ、ちょっと必要一発ぐらい入れてもいいかもしれないですね。ここあんまやると軽くなりすぎちゃうんで、ここに一発ぐらい入れといて、位置巻きを作って髪の毛をここで外にするっていう風に、こんな感じです。したらここがこうなります。あとは長さ設定ですね。ここから曲げたい、曲げたら可愛いかなと思うんで、このポイントですね。
ょっと取ってみてちょっと曲げて、こういう時にバームワックスつけてると雰囲気作りやすいん でここにこう曲がって、さらにこう外羽っぽく曲がりますよね。そしたら今度この内巻き S 字になった方が波ウェーブの方が可愛いんで、ここにこうなりつつのちょっとこうなるみたいな、このまま外羽だとおかしいんで、この外羽になった毛がここの跳ねた、ちょっとここ一回そぎ入れますね。ここに折り目つける。折り目つけ終わったら今度ここを内巻きの方が可愛いと思うんで、このそしたら今度ここ内巻き、ここも波ウェーブになる感じにそぎを入れた方がいいです。ただ適当に入れるんじゃなくて曲げたいところにそぎ入れる。そしたらこうなってこうなると。最近はちょっとトップの方に若干軽めの段っていうかね、少しここにウルフ調のダミーがあった方が可愛いんで、ギザギザの量もちょっとこの本当に指2本分ぐらいしかこの使ってません。ぐしゃぐしゃぐしゃ指か、毛先をちょっと強い毛先のラインをちょっとところどころ入れていくという感じにここはしてます。はい、こういう感じにしてますね。その方が好みなんでそうします。ちょっと正面向けますね。こうして、で毛先を指で、毛先がこう軽くなってるところがあるんですけど、そこをブツって切るだけで大丈夫です。この数ミリを切ると結構髪の毛の雰囲気変わってくるんで、この毛先の数ミリを切る、このちょっとですね、ここを切っていくと、切ってるとこと切ってないとこのコントラストが結構いろいろこう混ざってきて雰囲気がかっこよくなりますね。ちょっと重いラインもあるし軽いのもあるしみたいな感じ の融合していく感じですね。前髪のラインもちょっと毛先切ったりとかすると結構かっこいいんで、先をちょっとこういう風に切ります。こういう風にちょっと毛先の方を持って指で、ほんと数ミリですね、1センチとか絶対切れないですよ。ほんとに2ミリとか3ミリを切る感じです。こういう風に引っ張って2ミリ3ミリをアルシザーでコンベックスに、ほんとちっちゃいコンベックスですけど切るって感じですね。で結構このライン、結構こういう髪型ってこういうバーム系つけたら、今日モデルさんみたいな髪質とかめっちゃいい好きな髪質なんですけど、こういう感じだったら本当なんか縛っても結構可愛いし、なんかこの辺がこう顔前のところとかこう薄めに筋がこうあって伸ばす、そういう感じに、そしてバックこう縛れば結構可愛い感じになるんで、ちょっとお待たせしたりとかして、こういう風に結構縛っても可愛い感じになります。これで、トリートメントのカラーをちょっと入っていきたいなというふうに思います。はい、プレシャンプーしますまずで、ちょっとそれからやります。ここはシャンプーしちゃうとタイムロスになっちゃうので、泡立てるだけの感じに僕はしてます。コームで溶かしながら、やる感じですかね。